こだわりは調味料、おむすびクラブにようこそ。今回は美容と健康、目にもいいとされるカシスとプルーンを使って手作りジャムを作りました。手作りといえど、調味料次第で栄養も体に与える影響も大きく変わります。動画の最後でこのジャムを使って小豆を煮ましたので、こちらもご紹介いたします。カシスには活性酸素を抑え、美肌作りに欠かせないビタミン C、ビタミン E、アントシアニンなどの強力な抗酸化物質が豊富に含まれています。プルーンは海外でミラクルフルーツと呼ばれ、ビタミン、ミネラル、食物繊維や抗酸化物質など美容と健康を支える栄養素を含んでいます。こちらの黒砂糖、糖蜜とかは加わっていない純粋な黒砂糖を使い、カシスを煮ていきます。こんな塊でも水分が出ますとちゃんと溶けます。種がありますので、縦半分に切り、中の種を抜き取ります。皮付きのまま8等分にカットします。プルーンを煮ていきます。こちらは粉になった黒砂糖を使用します。ある程度黒砂糖とプルーンを混ぜ合わせます。様子を見ながら 2、30 分煮ますと、このようにトロトロになってきます。ポテトマッシャーで上から押しつぶします。弱火にかけてゆっくり煮込みます。30分から40分煮込みますが、途中で何度かかき混ぜると馴染みやすいです。下に色づいたシロップが出てきたら完成です。泡立ってきた時点で火を止めて、バーミックスなどでクラッシュすると粘度が上がりますが、クラッシュした後さらに煮込むと食感がモソモソになるため注意してください。カシスはアントシアニンが強く、鍋やヘラなどに強く着色してしまいます。使用する鍋は今回のようなガラス製か色移りしない鍋をおすすめします。瓶に熱湯を入れ15分ぐらい置き、熱消毒しています。
シスジャムを入れて、小豆を煮た中にカシスジャムを入れました。ちょっとこの色の黒いのがカシスです。さっぱりとした小豆です。美容にもいい、目にもいいと言われる成分のアントシアニンが多く含まれるブルーベリー、ビルベリー等の中でもトップクラスの含有量のカシスは、目の筋肉のコリをほぐし、ピント調節を助け、末梢血管の血流を改善してくれるそうです。最後までご視聴ありがとうございます。おむすびクラブでは心と体の元気を応援する健康レシピを配信しております。ぜひおむすびをポチッと登録お願いいたします。またの動画でお会いいたしましょう。